10月2日水曜日、小野寺塾里山交流館を訪問したラグビーワールドカップナミビア代表の選手たち。小野寺塾里山交流館は江戸時代に宿場としてにぎわった小野寺塾があった場所で、現在は小野寺の歴史、自然、文化に触れることができる施設となっています。交流館を訪れたナミビア代表の選手たちがまず行ったのは茶道の体験。和室に集まった選手たちはお茶の立て方やお椀の持ち方などの作法を学びました。初めて飲む抹茶の苦みに顔をしかめる選手の姿もありましたが、皆さん茶道の体験を通じて日本の文化に興味を抱いていました。昼食の時間には郷土料理の小野寺うどんが振る舞われました。ナミビア代表の選手たちは箸を器用に使いこなし、日本の食事を楽しんでいました。食事の後は小野寺塾里山交流館の庭園を散策したり、交流館に隣接する小野神社を訪れた選手たち。神社では町田市の職員にお参りの仕方を教わると、早速お賽銭を入れ、二礼二拍手一礼を行い参拝をしました。さまざまな日本の文化に触れたナミビア代表の選手たち。ラグビーワールドカップ大会期間中の貴重なリフレッシュとなったようです。